1次面接、2次面接集ということで、学生時代最も注力したことを教えてください。自分の長所と短所を教えてください。本当に志望してるのかなってところを試してる部分で質問を聞いてみます。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということですね、今回は1次面接、2次面接集ということで、どんな質問が一般的にされて、で、なんでその質問がされるのかっていう意図の部分をお二人にお話しいただけたらなと思ってます。ということで、自己紹介お願いします。どうも、みなです。世界一お金の道場で YouTube やってるので、チャンネル登録をお願いします。概要欄に貼ってあります。どうも、こよまるです。サントリーで会社員してます。パワポ芸人です。 Twitter フォローしてね。じゃあ今日聞く質問がいくつかあるんですけど、まず質問内容を紹介します。いわゆるオーソドックスな質問です。就活だったらもうあるあるの質問。まずはガクチカ編ということで、学生時代最も注力したことは何ですかと、挫折経験は何ですか。続きまして志望動機編。志望動機は何ですか。で、他の会社どこを受けていて志望だとどのくらいか、あとは将来の自分のキャリアプランなどを聞いていく構成になっています。で、あと最後にパーソナル質問で、自分自身について長所短所だったり、苦手な人はどんな人かだったり、周りからどんな人と言われるかっていうところを聞いていきます。では僕が答えていただいて、ここに対してのフィードバックプラスなぜ聞いてるのかもお伺いできたらなと思います。学生時代最も注力したことを教えてください。学生時代頑張ったことは YouTube 活動です。 YouTube 登録者数を0人から5万人ぐらいまで頑張って伸ばしました。そもそもなんで YouTube をやろうと思ったの。大学1年の時に仮面浪人をしていて、大学に行きながら東京の大学にどうしても行きたくて、1年間本気で頑張ったんですけど失敗してしまったんですよね。で、大学とかいう枠組みにとらわれずできることないかなと思って、結局地方に残ることになったので、あ、 YouTube だと思って YouTube を始めました。なるほど。じゃあその目標に向けて努力していく中で一番大きかった挫折何かあったりします。一生懸命結果を出したいって始めたんですけども、1年間毎日ほぼ投稿したけど全く登録者数が伸びなかったっていうのは辛かったですね。その辛かった中でどういう改善策を打ったんですか。競合がいるかいないか、強い相手がいるかいないかっていうのは結構重要な要素だと思うんですよね。就活っていうジャンルに YouTube チャンネルがあんまりなかったっていうタイミングで、自分しかできない就活生という立場であることと、自分の持ってる強み、行動力とかっていうところが活かせそうな動画のスタイル、インタビュースタイルとかができそうと思ったのでやりました。ちなみにですね、今の話が終始結構一人の観点が多かったなと思うんですけど、何かチームで取り組んだことってありますか。2年ぐらい一人でやってたんですけど、はい、会社を作るにあたってチーム化ってところを頑張りました。結果は正直まだ出てないなっていうのはありますね。チームで取り組んだ中で何か大きな挫折とかありました。自分がやりたいこととか思っていることを伝えきれてないので、結果的にチームの生産性であったりとか方向性が一つにまとまらないっていうことは多々ありました。それがまあ挫折というか大変だなと思った瞬間ですね。 YouTube でチャンネル登録者数を集めるっていうことは会社で仕事をするときにどういうふうに役立ってくると思いますか。お客さんなりでその人を幸せにどうしたらできるかっていう観点がもう染みついてるので、会社に入っても何を売るにしても何を作るにしても、お客さんと周りの人がどうやったら幸せになるかっていう視点はすごく役立つなと思ってます。なぜこの質問をしたかって意図なんですけれども、まず学生時代に最も注力したことは何かっていう点に関して言うと、どういう価値観を持ってる人間かっていうのを知りたいわけですよ。採用した後にどういう価値観を持ってどういう行動をするんだろうなっていうのを想像するために、それを過去のエピソードからなんとなく想像するんですね。要は学生時代にどんな意思を持ってどんな時間とどんなお金の使い方をしたのかっていう、自分の資産のどこに投じているのかっていうところを聞いてますのが学士課の意図です、うん、さらには挫折経験も深く聞いたんですけど、これは何かっていうと資産の高さですね。その目標が高いかどうかっていうところっていうのが、入社後にもちゃんと高い目標を持って自分の意思でその目標に対して取り組んでくれるのかなっていうのが想像できるかどうかっていうところを見ています。再現性ですね。再現性の部分を見ています。挫折経験がちっちゃいと、あ、そんなちっちゃいことしか見てないんだねっていうふうに、まあ、ちょっとしょぼいなっていうふうに思っちゃったりとかするので、目標に対して立ち向かっていく上で、しゅんくんの場合においてはやっぱり最初に個人の話が出てきちゃってるんですけど、要は会社ってチームで行うものなので、うちの会社に入った時にチームの中でどういう立ち位置でどういう価値を発揮するのかってみたいわけですね、うん、なのでこう復帰後深掘りしてもこう出てこなかったので、あえてこうチームで頑張ってくれますかっていうのをチームを強調して言ったっていう。会社員がする仕事って大きく3つあると思ってて、仕組みを作るっていうことと、仕組みを回すっていうことと、仕組みを改善するっていう3つがあるんですね。でもとはいえほとんどの会社員の仕事って多くは仕組みを回す、もしくは改善するんだと思うんですよ。多くはそうですね。でかつ真ん中の仕組みを回すがほとんどになっちゃう人が多いんですよ。
だから作る人とか改善する人ってすごいんですけど、シェン君が今話してることってほとんどの仕組みを作る話だと思うんですね、うん、でそれはそれですごく重要で、シュン君が言ったその誰を喜ばせられるかを考えるあらゆる仕事の本質だと思うんで、すごく重要だと思うんですけど、一人でやるんじゃなくて仕組み化していく、チームで組織で動くってことがどういうことができるんだろうなっていうのを聞いたっていう。おー優秀だこの人たち優秀でも正直を教えてください。僕は世界で戦える会社を作りたいんですよね。それにおいて正直御社には入りたいんですけども、ずっといるつもりはないです。3年ぐらいですね、気がしてます。ただいろんな会社の仕組みとか座組を知りたいっていうところと、あとは自分が経験してこなかったことを経験してる人と一緒に働くっていうところ、自分の城ではなくて他の人の城の中で働いてみたいっていうのが大前提ありました。で、御社はそれで言うと結構若めの会社で、 OB 訪問を7人ぐらいとさせていただいた時に、トレマネさんという結構顔の濃い社員さんがいたんですけど、イケてたんですよね。マインドとしてはやっぱりサラリーマンマインドだなと思う、思いきり自分がどう生きていきたいかってそうではないけど、学ぶものはすごい多いなと思ってて、サラリーマンマインドではあるけど自分が持ってないものを持ってるなって思ったので、御社で働きたいなと思いました。じゃあ仮に働く期間が2年だとして、2年間でどういう成果を残したいですか？2年で僕の年収、まあ、仮に400万ぐらいだとして、圧倒的に営業で成果を残す自信はあります。なので融資の営業であったりとか、新しい新規の受注みたいなところを取っていけたらなと思ってます。いろんな学生がそれを同じことを言ってるんですけど、何か今までで圧倒的に金稼いだ経験ってあるんですか？会社を大学3年の時に作って、で3期目が 1.2 億ぐらいですね。なので一定の信憑差あるかなと思ってます。ちなみにあとは弊社以外でどういうところを受けてますか？理由も教えてください。スタートアップ企業ですね。ベンチャー企業、スタートアップ企業を受けていて、大きい企業は御社だけなんですよね。理由としては作り出すっていうところが好きなので、数人規模の会社の方ができそうだなっていうのはあるんですけど、でもそれって自分の会社でいいんじゃないかって普通に思うんですよね。でも御社みたいな会社って年間まあ1000億ぐらいを動かすことってなかなかできないですし、豊丸さんみたいな社員さんスタートアップにいないんですよね。正直いい意味でギラギラしてないというか、自分が人生において絶対に多分いないだろうなっていう経験をしたいなと思ってます。2年か3年くらいしか勤めていただけないっていう話でしたけど、やっぱり会社としてはその採用っていうのは一定のこうコストをかけて会社に価値をもたらしてくれる人材を取るっていう一種費用対効果を気にしてやる活動の一つなので、まあ、もちろん数年で辞めてしまう人も中にいますけど、もう数年で辞めてしまうと確定してるっていうのは、まあ、福田さんはその他の就活生の方に比べて一種の特徴としては、まあ、ある意味劣ってると言わざるを得ないと思うんですが、明らかに数年で辞めてしまう費用対効果が悪くなる可能性が高い福田さんをうちの会社が取るメリットっていうのはどういうことになってくるんですかね？一つはその短い期間でも短期的な売り上げであったりとかを上げられるっていうところが一つかなっていうのはあるのと、御社の中でもベンチャー支援事業部とかあると思ってて、ベンチャー企業を経験した人の方が気持ちが分かると思うんですよね。お金を借りる側の視点を分かると思ってて、でそれはどれだけ銀行に勤めててもできない経験だと思ってて、他の就活生と違う経験をして、これが一つの強みかなと思ってます。仮にうちが内定を出したら、この会社って全部蹴るんですか？ギリギリになって見ないと分かんないですね。この会社はやっぱり第一志望であるって人を優先して取りたい？あ、第一志望ではあります。ただ蹴ろって言われても無理ですね、それは。でもでは志望条件は以上でございます。じゃあフィードバックをすると、先ほどの学知化編でも言ったんですけど、過去、現在、未来がつながっているかっていうのがすごく大事で、そこに一貫した軸があるかどうかっていうところを見ていきます。学生が嘘をついてないかってところですね、うん、口で第一志望ですっていうのは簡単なんですけど、嘘の可能性が高いじゃないですか。なぜこれを行っているかっていうと、学生はコピペが多いんですよ。なんかうまいこと言ってるけど全部それコピペじゃんみたいな、うん、っていうので本当にコピペじゃなくて自分の足で社員さんに会いに行ったとか、その事業内容を理解してるとか、その実際の商品サービスを使ってみてるとかっていうところで、本当に志望してるのかなっていうところを試してる部分で質
問を聞いています。実際に社員と会ってるとなんとなくやっぱ使う言葉とか単語とかがちょっと具体的になってくるので、そこであちゃんと社員と会ってるなっていうのが分かるんですよ。なのでちゃんと自分の時間と労力を使って社員と会うという努力をしてるかどうかっていうので、本当に第一志望なのかってところを見てる。志望動機では過去現在未来の一貫性っていう部分と、あとは本当に行きたいかどうか、嘘ついてないかどうかってところを見られてるっていうことで、しゅんくんが本当に就活した時に自分が人事担当者だったとしてしゅんくん取るかっていうと結構ギャンブルだなっていう、すごい、確かにそう思います。新入社員1人取るのも多分100万単位でこれかかりますよね、っていう時にその数年で辞められちゃうってことは、まあ、正直リスクだし、それを公言してる人を取るっていうのはよっぽどもこいつ取ったら本当に2年で辞められてもめちゃめちゃ価値残してくれるぞっていう確信がないと多分人事担当者取れないだろうなと思いましたっていうのが一番感じたところですかね。しゅんくんってビジョナリーな人間だと思うんですよね。起業家には多分向いてるんだけど、まあ自覚してるとサラリーマン向いてないんでしゅんくんって仮に政権のために就活したとして古い体質が残ってる会社とかだと、あ、これすぐ辞めそうだなってなって、意外と実績はすごいけどポンポン落ちるんじゃないかな。意外とってか落ちるでしょどういう構造になってるかっていうと、人事部がいて採用してくるじゃない、配属で、まあ、部署に割り振るわけですよ人、うん、で要はその部署の部長が生きのいい優秀な学生マジで連れてこなかったら人事部殺すぞみたいな感じでこうプレッシャーかけてるわけですよ。でそれで人事部が分かったよ、じゃあお前たち用意したわっていう風に学生一人ポンと送り込むじゃないですか。で1年経たずに辞めましたって言ったら、おい人事ふざけんなっていう風にこの部長からクレームが出るわけですよ。っていう構造なので人事はそのクレームをくれたくないから辞めなさそうな人を取るんですよ。自分で思う自分の長所と短所を教えてください。長所はリスクを恐れずに挑戦するマインドが整っていることです。短所はそれ以外の全てって言ったら正しいかなと思うんですけども、あんまり何もできないんですよね僕。長所がリスクを取れることっていうのは分かったんですけど、逆に短所がもう少し詳しく教えていただけると。作り出すことと回すことであって、回すことは苦手ですね。もう飽きちゃうんですよね。適性がないというか、今からブラジル行けって言ったら行けるんですけど、このバッテリーをひたすら1時間右に運べって言われても、細かいこととか回すことは苦手です。次の質問なんですけど、こういう人苦手だなって思うタイプという人っていうのはありますか？僕嫌いな食べ物ないんですよね。で嫌いな人もあんまりいないんですよ。本当にいないんですよね。ただ現実主義過ぎる人は苦手というか違うなと思ってうまくいかないことが多いですね、一緒にやるにあたって。例えばできなさそうなことをやりたいと思って、いや絶対できないよだってこうだからっていうような過去に根拠とか理由とかをつけて結局行動しない人っていうのは、客観的な視点はもちろん大事なんですけど、やっぱり一緒にやっていきにくいなとは思うので、現実的すぎる人は会いにくいと思ってます。まず長所がリスクを取れることに対して短所がそれ以外の全部というのはインパクトあるかもしれないですけど、これはちょっと一種の逃げですよね。世の中に人間の特徴っていうのがもう星の数がある中で、実際にそのリスクを取れることが長所で、それ以外が全てしゅんくんの短所のわけがないので、うん、そこは多分ちゃんと説明してあげるべきだと思います。あと苦手な人の話は現実的というよりかは消極的とか、リスクを取らないっていう言葉にした方がいいのかなと思っていて、うん、その高い目標に対して現実的にきちんとトゥードゥと納期を切ってきちんと進めていくみたいな現実的な人もいると思うので、うん、多分そこは言葉が違う気がします、うん、でそれぞれの意図がもしありましたら宮部さんの方から。いや意図はもうシンプルに自分という商品の特徴をちゃんと自分自身が理解してるかっていうところで、世の中全部が全部理想じゃないのは分かってるので、何かメリットがあると何かデメリットがあるっていうことをちゃんと理解してるかどうかで、結果メリットもデメリットも含めて自分のことを採用するとあなたに価値を届けられますよっていう点があるかどうか。最後に総合的な面接のフィードバックをいただいてもいいですか？整理されていない感じが大正論あまり考えずに頭の中からポンポンポン口から出てるみたいな印象を受けるので、きちんと聞いたことは2つありますと。まずこれがあって、その次にこれがあって、だからこうなんですみたいな三段論法で使うとかみたいな、そういう話の構造っていうのをちゃんと作ってあげた方がいいかなっていうのは感じました。もうシンプルに、じゃあいい面と悪い面言いますけど、いい面はやっぱ場数を踏んでるなっていうのがもう最初の2分ぐらいで分かるんですよ。もう喋り方で落ち着いてるし、今後も伸びしろが
ありそうだなっていうふうに思わせる力はあると思いましたと、うん、悪い面は自信がありすぎるってところがちょっと感じたところがあって、改善点はいっぱいあるはずなのに、その改善点をもっと広い視野を持って具体的に今後取り組もうとする姿勢がちょっと弱いなと思ったんで、伸びしろをもうちょっと本当にあるのかなっていうのはちょっと思ったというか、改善をしようとする感じがもっと欲しい。開き直ってる感じします。最後お二人が自分の会社だったら採用するかしないかっていう一人ずついただいてもらいました。ちっちゃいスタートアップぐらいのこれからそこそ仕組み作んなきゃいけないとか、その商品一から作んなきゃいけないところだったら取るかもしれない、うん、で少なくともそれも仕組みができている、新卒採用を取ったら基本的には辞めずに働いてくれるっていう前提の仕組みの会社だったら取らない可能性がほぼ高いかな。だってもう困るんで、いなくなることが分かってる人ってリスクなんで、余計なことをするなってめっちゃ言われそうです、ね、僕は結論から言うとバツです。バツでーす。バツでーす。悔しい。なんでかっていうと、そもそもシュン君はどの企業だろうと合わない。なぜならもう嫌だなって思って辞めるからっていう意味でバツ。でも自分で起業家としてやるなら頑張ってほしいなというふうに思います。いや、どの会社でも無理なんですよね。どの会社も無理。だからもう自分でやるしかない。サラリーマンも楽しいですけど、少なくともシュン君からするとサラリーマン楽しくないというのは間違いない。間違いない。ということで、面接の意図とかフィードバックの一部はちょっと参考になったのではないかなっていうふうに思っております。ということで、お二人の SNS の各種リンクは下の概要欄に貼ってあるので、よかったらフォローしてください。ということで、本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあ。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。